ベビーカーとどちらに書くか迷ったけど、怖かったのでこっちに。私は今妊婦で、妊娠をきっかけに在宅でもできる仕事に切り替えてもらった。が、ちょっとトラブルがあって会社に出向くことに。その帰り、混み合った終電に乗ると、私のお腹を見た若い女の子が席を譲ってくれた。お礼を言って座っていると、ベビーカーを押した夫婦が乗ってきた。混んでるのにベビーカーを押して空席を探し、座っている人の足にベビーカーがぶつかっているのに謝りもしない。そして、優先席まで行って、すみません、一日中歩いて足が痛いので席を譲ってもらえませんか？言葉は丁寧だったが、断られて無然とした顔でまたベビーカーを押してうろうろ。そして、私の前に来て、よかったら席を譲ってくださいと言われた。正直、あまり体調が良くなく、終点まで乗らなければならないので申し訳ないですがと断ると妊婦さんでしょ？あなたも、いずれ私みたいな状況になるんですよ。そういう時譲ってもらえたら嬉しいですよね。やんわり何度断っても、でも、あなたも、いずれ私みたいにと繰り返すばかり。ターゲットを、私一人に絞ったらしく、ずっと話しかけられた。少し怖くなって話をスルーすると、ベビーカーを何度も足にぶつけられた。やめてくださいと言っても、じゃあ席を譲っていただけますよね。旦那さんの方は奥さんに向かって、そんなに揺らしたら子供が泣くだろ。と見当外れな注意。もう譲ろうと思った時に、席を譲ってくれた女の子が私とベビーカーの間に入ってくれた。奥さんは、それでも、私の足にベビーカーをぶつけたかったみたいだが、そのうち諦めたのか舌打ちしながら違う車両に移っていった。女の子にお礼を言うと、いえいえ、赤ん坊は免罪符じゃないんです。馬鹿にはそれがわからんのですよ。と、かっこよく言って降りていった。が、すぐに、降りる駅継ぎでした、と戻ってきた。女の子には和ませてもらったけど、奥さんも旦那さんも、見た目が普通なだけに怖かった。そもそも、こんな時間まで赤ちゃんを連れて歩くのってどうなんだろうか。